じゃあ改めまして皆さんおはようございます。本日はですね、お忙しい中、定例決社会見お集まりいただきました。ありがとうございます。まずですね、この週末といいますか3連休の、19日、土性もうすでにまあ発表させていただいておりますけれども、土性沙羅選手のですね、パレードと、それから金メダルを祝う会というふうなことで、取り行わさせていただく予定になっております。ところがどっこいですね、どうも台風が16号の影響がですねどうなることやらというふうな、まあ、ところでございまして、これも天気図に私は一生懸命ふーっと一生懸命向こう行くように吹いておりますのでですね、なんとか、九州東シナの方へ行っていただくようにというふうなところでございます。それからですね、まあ、これも少し、まあ、これも残念な話なんですが、今月に入りまして松阪市死亡事故者が、また1名発生をしまして、1月から累計も7名というふうなところでございます。まあ、なんとか、まあ、今年は特に交通安全に力を入れていきたいというふうな形で、この当初予算でも申し上げておったんでございますけれども、まあ、残念ながらですね、去年よりも早いペースというふうなところで、交通事故死者が増えているというふうなところでございまして、まもなく秋の交通安全運動も始まるところではございますけれども、一層にですね、注意喚起呼びかけていきたいというふうに思っております。それから、この、まあ、月の初めですね、8月の末から、この月の初めにかけまして、シンガポールの方に行ってまいりました。まあ、何をしに行ったかといいますと、まず、まあ、大きな一つの目的は、まあ、いわゆる政府系のですね、クールジャパンの認定団体、日本外食ベンチャー推進協議会でしたかね、すいません名前が、不確かでございますけれども、いわゆるその、伊勢丹の4階にジャパンフードタウンというのがございます。まあ、そこに今15店舗店をジャパンフードのですね、店を開いておりますけれども、そのうちの10店舗で、松阪肉を使っていただくフェアを9月の1日から、10日間開催をしていただくというふうなことで、それの PR イベントにお邪魔をしてまいりました。で、この取り組みにつきましてですね、非常に、まあ私も今後について期待をしているというふうなところでございます。まあ、前からも申し上げておりました通り、これから、まあ、松阪牛をですね、世界ブランドというふうなものに戦略的にやはり仕上げていきたいというふうなことの中で、特にアジアのターゲットは、香港、シンガポールというふうなことで、申し上げてきたところでございます。そのシンガポールに一つですね、まあ、政府系のいわゆるフードタウンの中に松阪牛の、いわゆる松阪牛をメニューに載せたいというふうなことで、まあ、この取り組みが成功すれば、いわゆる定期的にですね、出荷をするようなそんな体制をになんとか持っていければなというふうなところで、これからまあ具体的な協議をやっていくというふうなところでございます。でそれからですね、もう今日がですね、9月の16日というふうなところでございまして、私が市長に就任をさせていただいたのが、昨年10月5日でございます。まあ、ですので、いわゆる、まあ、ほぼ1年と、まあ、この今、決算審査をやっていただいておりますけれども、まあ、昨日は、午前1時ですね、まあ、今日になるんですか、まあ、今日の未明まで、決算の、まあ、分科会をやっていただいたそうでございますけれども、このいわゆる決算審査が終わりますと、ちょうどまあ丸1年というふうなことになろうかというふうに思いますので、まあ、就任1年というふうなところで、少し
申し上げさせていただきたいというふうに思います。まあ、1年間こうやって過ごさせて、来ていただきました。一言で言いますと非常にですね忙しい1年だったというのが、まあ、まず第一の感想でございます。まあ、ほぼ休みなくですね、1年間が過ぎております。まあ、じっくりこう考えるというふうな、まあ、よりも走りながら考えるというふうな状態に近いというふうな、まあ、ことかなということで今の状態は、そういうふうな、まあ、ところでございます。まあ、おかげでですね指示したことをこう忘れてしまうこともありまして、失敗をすることもまあまああるというふうなところが私としてはまあ反省点だなというふうなところもございます。まあ、ただ、大まかに我が家針の、まあ、市役所の職員、非常に優秀でございますんで大体指示したことが、きちんと伝わって、まあ、的確にですね遂行をしていただいているというふうな印象を持っております。まあ、そして就任以来ですねまずその申し上げてきたのが誰のため何のためというふうなことを言い続けてまいりました。まあ、そのためにですね原点に帰ろうというふうな主張をしてきたところでございます。まあ、特に今年の4月の1日、私どもに新しい新規採用職員が入ってまいりました。これも初めての試みでございましたけれどもこの5階の清張にですね、全職員を集めまして、そしてその中で、まあ、今年の、新年度に対するですね、呼びかけをさせていただいたところでございます。まあ、その時に要するに私が申し上げたのはこの市役所の風土を変えていこうというふうな話でございます。特にですね、役所というところはやっぱり、あれはダメこれはダメと、いろんな理由を並び立てて、できませんというふうな話が非常に多い。まあ、そうではなくて、どうしたらできるかといわゆるですね、挑戦する気概を持とうとチャレンジをしようと、失敗をもし失敗をするならその責任は長である私が負います。ですから皆さんはチャレンジをしてくださいというふうな話を申し上げたところでございます。まあ、そういったことはですねなかなか一朝一夕に変わっていくというふうなものではないかもしれませんけれどもこれを言い続けることがですね大事であると、そしてやはり風土を変えていくというふうな努力を今後もし続けていきたいというふうなところでございます。まあ、実際にどういう事業を今行っているかと申し上げますと、事務事業の総点検というふうなものを行っております。まあ、要するにいつその事務事業が始まって、一体、どういう経過をたどり誰が対象者で、そして何をもってその事業の成果とするのかと、それを数字で表せというふうな、まあ、作業でございます。まあ、そうすることによっていわゆる自分たちがやっている仕事は一体何なのかということをですねより明確にしていこうというふうなことで、事業の点検をしているというふうなところでございます。まあ、これにつきましてもいずれまた皆様方に、まとまった段階で報告をさせていただける機会があろうかなというふうに思います。それから、印象に残った出来事を少しいくつか申し上げたいというふうに思います。まず対外的な話でございますけれども、まず一つにですねこの5月、サミットの成功というふうなところでございます。特に松阪にとりましては、非常にまあ大きな成果があったのが、このサミット期間中計6回の食事の提供の機会がございましたが、すべてに松阪牛が使っていただいたということ、まあ、非常にですねこれに関しては、政府並びに三重県に感謝をしているところでございます。さらに申し上げれば、我々の地域の、大岡高校の食物調理科がございます。まあ、松阪からもたくさんの生徒さんが行かれている高校でありますけれどもその、大岡高校の生徒さん方に、一食のその中の6食の中の1食をですねすべて任せて提供をしていただくチャンスをいただいたと、まあ、これはですね、
本当に私どもにとっては非常に嬉しいニュースでございました。また県内さまざまなサミットの関連の中でアウトリーチ国も含めてですね、伊勢志摩の以外のところに来ていただいたのは松阪市だけでございます。ベトナムの官房長官はじめ閣僚級の方が松阪市に訪問をいただきました。我々と松阪市とベトナムに関しましてはホイアン、門谷七郎兵衛を通じまして今交流の観光関係の交流をやっているところでございます。そういった意味合いもありましてですね、今後さらにそういった絆を深めていきたいというふうに思っております。それからこの8月、松浦武四郎の生誕200年、これがもう来年再来年に迫ってきております。その中で北海道の高橋知事のところにお邪魔をさせていただいて、いわゆるドラマ化であるとかさまざまな連携交流をやっていきたいというふうなことで協力要請をしてまいりましたところ、非常に快い承諾のお返事をいただきました。さらにこれも同じく8月でございますが、先ほども申し上げました土性沙羅選手が松阪市始まって以来のですね金メダルを持って帰ってくれというふうなことでございまして、非常に私としては市民挙げてですね祝福をなんとかしたいということで、この19日にそういったことをさせていただくことをと思っております。ですので今まで何回かですね市役所の方表敬訪問をというふうなお話もいただいたんでございますが、これは私もちょうど自分なりのご褒美としてですね19日に初めてお会いしましょうと、その時にですね市民栄誉賞をお渡しするというふうな場面で、その日にですね金メダル獲得以来、初めてお会いするというふうな機会にしたいと、もちろん金メダルを取る前には何回かお会いはさせていただいておるんですが、金メダル取ってからですねこの19日が初めて会う機会になりますので非常に楽しみにしております。次に内政的にはじゃあどういうものがあるかと申し上げますと、まず一つにはですね就任後空席になっておりました副市長、これが12月に今の山地副市長に就任をいただいたというふうなことでございます。これによりましてですねやはり組織が一つきちんとした形でまとまったというふうな印象を私もは持ちましたし、職員の皆さん方もやはりそういった印象を持たれたのではなかろうかなというふうに思っております。それから総合計画の作成、5000人アンケート等を含めてですね、この1年この総合計画の作成に関して相当なエネルギーを使ってきたというふうに思います。まずは市案に対する聞き取りを市内10カ所でこの2月3月というふうな形で行ってまいりました。そしてその骨子案が出来上がり、そして、その骨子案に基づく市内各地区での聞き取りを16箇所やってまいりました。で今皆様方に中間案というふうな形でお示しをしているというふうなところでございます。この、作業はですねなんとか11月以下に間に合わすように作業を進めていきたいというふうなことであります。それともう一つが先ほど申し上げました事務事業の総点検です。こちらも並行しながら作業を進めているというふうなことでございまして、これについてはある程度継続的な取り組みというふうなことも考えていきたいというふうに思っております。それとイクボス宣言です。これは4月の人事異動で女性の登用というふうなことも含めましてですね、いわゆる今市役所のいわゆる役所のですね女性職員をさらに登用していきたいというふうなことから、この本庁の部長級に女性を据えるなどですね、新たな
投与を始めているところでございます。まあ、そんな中で、イクボス宣言を、私自身は7月に、そしてまた、管理職全員でこの8月にさせていただくことができました。いろいろ申し上げましたけれども、この1年間、まさしくですね、種をまく1年間というふうな形だったのかなというふうに思っております。この今からですね、いわゆる実施計画であるとか来年度予算というふうな議論がですね、深まってまいります。そうした平成29年度に向けてですね、新しい組織を作っていくであるとか、変えていくであるとか、また新しい事業をさまざまにですね、作っていって、そしてよりですね、明確にターゲットをやっぱり対象者は誰かというふうなこと、誰のため何のためというふうなことをですね、より明確に鮮明にしていくような事業展開をしていきたいというふうに考えております。そういった意味でこの1年間は種をまく作業をやってきた1年というふうなことかなというふうに、自分なりにはですね、感じさせていただいているというふうなことでございます。少し長い前置きになりましたけれども、1年間の私のなりの、1年を振り返ってというふうなことでお話をさせていただきました。